ウクライナ侵攻で有名になった M777 榴弾砲 155mm だが、陸上自衛隊でも同じものが存在する。FH70 榴弾砲 155mm になる。今回は、陸上自衛隊東富士演習場で行われた FH70 榴弾砲の模様を詳しく見ていきますね。M777 榴弾砲と FH70 榴弾砲を詳しく比較してみましたが、結果も合わせて見ていきます。陸上自衛隊にもあるんですね。ただ、弾薬の確保が今後の課題となるでしょう。岸田政権は信念がないよね。2022年もついに12月に突入し、ウクライナ全土を厳しい冬の寒さが包む状態になっているが、相変わらずロシア・ウクライナ戦争に終結の兆しは見えず、両軍による砲撃戦が毎日のように繰り返されている。先月の2022年11月にロシア側がルソン州の州都であるヘルソン市からの撤退を行って以降は、このままウクライナ軍が攻勢を軌道に乗せるのかとも思われたが、多くの戦線で膠着状態に陥ったように感じられた。これはことに東部における戦いにおいて顕著な傾向にも見え、薄くなったとおぼしきロシア軍の防衛線を越え、ウクライナ軍が前進を行うのかと思いきや、足元の泥泞さもあり、攻勢に出ることは困難だったようだ。もともと標準的な軍事上の定石に基づく場合、攻撃側は防御側の少なくとも3倍以上の兵力を投入しなければ、その成功はおぼつかないとされることもあり、西側諸国からの兵器支援があるとはいえ、そこまでの優位性をウクライナ側が確保することは容易ではないのだろう。そうした状況下で、ロシア軍は完全に守勢に回っていると見る向きがある一方で、バフムート方面では攻勢を仕掛けて前進を続けているとの情報もあり、すべての戦線で押されているイメージを払拭する狙いも垣間見える。中には、バフムートはロシア軍が包囲を完成させつつあるとの報道もあり、これが事実なのか、ロシアの得意なフェイク情報なのかを注意深く見守る必要もありそうだが、ウクライナが確実に優勢とは言い切れないようだ。それでも、2022年の前半までのロシア・ウクライナ戦争においては、ウクライナ軍はロシア軍に対して、火砲の数、そこから投射される砲弾の数において大きく劣っていたことを思い起こせば、今はその差は縮まってきつつある。そんなウクライナ軍の火砲の戦力を押し上げたのが、主としてアメリカが供与を行ってきた M777 榴弾砲であり、車両によって牽引される方式の同砲は、NATO 規格の 155mm 砲弾を運用可能な火砲として、貴重な主戦力となっている。M777 榴弾砲は、ロシア・ウクライナ戦争において、アメリカからウクライナに供与されたことから、多くの方がアメリカ製の火砲のように思われている知れないが、もともとは、イギリスのヴィッカース造船技術会社にて、開発が始められたものだ。このヴィッカース造船技術会社は、後の1999年に、今のイギリスを代表する軍需企業の BAE システムズ社に吸収、合併され、同様に傘下となったアメリカのユナイテッドディフェンス社もそこに加わり、2005年に M777 榴弾砲は完成に至った。アメリカ軍は、こうして完成を見た火砲を、即座に M777 榴弾砲として、正式採用を行ったが、これは、同砲が、特別に、従来の火砲に比して、射撃精度、速射性、射程等に秀でているというような、いわば攻撃力が、主たる採用の理由ではなかった。そうした火砲としての攻撃能力に関しては、アメリカ軍が、
それまでに運用していた M198 榴弾砲と M777 榴弾砲とでは大きな差はなく、後者がそれでも正式採用の座を射止めたポイントは極限まで推進された軽量化にあった。 M198 榴弾砲では 7.154 トンもあった重量が M777 では 4.2 トンと実に 40% 以上も軽量化が図られており、これによって M777 榴弾砲は大型の輸送機や回転翼機ではなく中型のそれらでも展開することが可能となっていた。この空中での運搬のたやすさは世界中に軍を迅速に展開することが求められているアメリカ軍には必須の項目であり、同様な性能の火砲をより小さな航空機で運搬できることは非常に大きな利点として評価されたわけだ。こうした軽量化を実現するために M777 榴弾砲は鉄に変えてより軽量で高度も高いチタンを各所の部品に材質として使用しており、アメリカでは陸軍と海兵隊が共に M198 榴弾砲の後継として全面的な代替を行っている状況である。今回のロシア・ウクライナ戦争において M777 榴弾砲はアメリカが90門、オーストラリアが6門、カナダが4門の合計100門がすでにウクライナへと供与されており、東部戦線を手始めに投入されウクライナ軍の火力を担っている。まあウクライナ軍はアメリカ軍のように世界中に軍を展開する必要はないため、本来であれば同じ 155mm 榴弾砲を搭載した自走砲の方が作戦の自由度は高くなるのだろうが、そちらはいかんせん供与数は多くない。ちなみに M777 榴弾砲には専用のトラックの荷台部分にそれを据え付けて簡易的に自走砲化することもアメリカ軍では行われており、さらにそれを回転翼機で高地の頂上に運ぶような運用も可能とされ、軽量化の利点を余すことなく応用している。しかしそうしたバージョンは今のところウクライナへの供与は行われておらず、あくまで牽引式で移動する通常の火砲としてのみの運用が行われており、それでもロシア軍の 152mm より高い射撃精度で戦果に貢献していると言えよう。ではこうした牽引式の火砲の分野において我が国日本はいかなる種類のものを採用しているかといえば、陸上自衛隊では FH70-155mm 榴弾砲を1983年から配備しており、2018年時点で398門と非常に多い数を誇っている。陸上自衛隊が装備するこの FH70-155mm 榴弾砲は株式会社日本製鋼所がライセンス生産を行ったものだが、大元は当時の西ドイツとイギリスとイタリアの3カ国が共同で開発を担った火砲であり、後の M777 と同様に39口径の砲身を持っている。 FH70-155mm 榴弾砲は開発を行った国々では、統一されたドイツが192門、イギリスが67門、イタリアが192門を調達したが、すでにイタリア以外では退役を迎えており、陸上自衛隊の運用数の多さがひときわ目立つ形となっている。ただし前述したように大幅な軽量化が行われた M777 榴弾砲と異なり、 FH70-155mm 榴弾砲は 7.8 トンから 9.6 トンほども重量があるため、大型の回転翼機であれば物理的に空輸も可能とは言うものの、現実のそうした運用は困難と言われている。陸上自衛隊ではすでに FH70-155mm 榴弾砲の配備開始から
30年後となった2013年、この代替を行う装備の開発に着手。5年後の2018年度予算分から、19式総臨時装 155mm 榴弾砲として、形状をはじめ、2022年までに、合計28両が予算化されている。19式総臨時装 155mm 榴弾砲は、52口径と FH70、155mm 榴弾砲に対して、長砲進化が行われ、それと同時に、装輪式の足回りを持つため、最大で、時速 90km に及ぶ速度での移動が可能となり、有事の展開を容易にしている。陸上自衛隊としては、155mm 榴弾砲を搭載する自走砲としては、靴体を足回りに採用した99式自走 155mm 榴弾砲も装備しているが、こちらは最大でも時速は 50km 弱となっており、機動性では19式総輪自走 155mm 榴弾砲に及ばない。99式自走 155mm 榴弾砲は、1999年度から2018年度までの20年間で合計136両が調達されたが、それらに比しても数の面では未だ陸上自衛隊の主力の 155mm 榴弾砲は FH70 155mm 榴弾砲だと見てよく、最新の19式総輪自走 155mm 榴弾砲の今後の調達数に注目すべきであろう。ただし、近年の日本の火砲の扱いは、直近のいわゆる25大砲の内容では、総数で300門とすると明記されており、かつての旧ソ連との冷戦期以降、削減の傾向が継続され、今のところ、再び増加に向かう可能性は低そうだ。これが、今のロシア・ウクライナ戦争の状況を、間のあたりにして、行き過ぎた火砲の削減は危ういと判断するのか、島国たる日本では、やはり、その傾向は続くと考えるのかが、今後のこうした兵器のあり方に反映されるのだろう。